お久しぶりです。一人でございます。いや、引っ越しやらなんやらでずっと動画出せてなかったんですが、今日出します。なぜならばポケモンホームアップデートを記念してポケモンが配布されるからでございます。受け取り期限については6月30日までということで、まあ、そこそこ短いのでご注意ください。皆さん、私の個人的なことなんて興味ないと思いますから、早速やっていきましょう。やり方については不思議な贈り物から不思議な贈り物を受け取る、それで、インターネットで受け取るですね、これで今回はできるみたいです。シリアルコードとか一切入力しないでできるっていう感じなんで、お手軽ですね。ありがたいですね。しかもこれポケモンホームをアップデートする必要もないみたいですね。接続できない、なんでネットワーク検索している、なんでやねん。今まだね、新しい住居に回線すらなく iPhone のテザリングでやっておりますそういうやり方で、あ、こんな感じなんだ、いいね、不思議だね。プレゼント、ゼリガメプレゼントということで、こんな感じのやつ初めて見たら2個出てきたのって珍しいよな、めちゃめちゃ。まあこの時点でなかなかいい配布なんじゃないですか。はい、ここからストーンと落ちてきて、まあ何も特殊なイベントはないと、何もストーリーはないと。おお、いいね、不思議だね。ていうかこれさ、鎧のこととかでもらえるけどね、はっきり言って。なんだけど一応またもらえるということで、ポケモンボックスを確認してみましょうということで、あ、こんな順番で連続でできるなんて初めてだね、これ。完全にそういう意味でマジで新しいから絶対やるべきっすね。それだけで、その見た目だけでもうめちゃめちゃ新しい配布ですよ、これ。貴重なんでね。はい、ゼニーガメも受け取っていく。ちゃんとありがたいね。こいつも鎧のことで出てきたけどね。はい、で、ゼニーガメを受け取りました。ポケモンボックスを確認してみましょうということで。はい、もう、あとは確認するだけですね。もう簡単に受け取れる。めちゃめちゃ楽ちん。はい、じゃあ見ていきましょう。不思議だね。レベル 14? で、全部素晴らしいということで。あ、でも、あれっすね。巨大マックス、不思議だね、レベル14、オスで、プレシャスボール。これはめちゃめちゃいいんじゃないですか?プレシャスボールっていうだけでね、親ホームということで。っていうか、巨大マックス不思議だねって、ほんと、さっきも言ったけどさ、鎧のことでさ、実質配布的な感じなんだからさ、なんで選んだんだろうね、これ。で、特性は新緑で、HP が減った時、草タイプの技の威力が上がるということで、これも別に夢特性じゃないっすね。なんで?全然特殊じゃないっすね。で、鶴の無知成長、宿り木の種、葉っぱカッターということで、まあ、これは初期の技ですから、そんな見るべきとこじゃないですね。で、ずぶとい性格で、2022年もうずれてますけど、10月3日もう全部おかしいけど、素敵な場所でレベル14の時に運命的な出会いをしたようだということで、これがやっぱね、珍しいポイントなんじゃないでしょうか。で、やっぱプレミアリボンってはね、だいたいクラシックリボンとかそういうなんか、リボン系が多いと思いますけど、記念日記念リボンってなんだよそれ。つけた時の名前、記念日を過ごした不思議だねということでこれ面白いね、なかなか。なんでそういうレア感のある、まあポケモンではありますね。ただその実質的な内容で言ったら、まあすでに持ってる人が多いかもわかんないですね。はい、じゃあ次ゼニガメです。あ、全部素晴らしいですね。マジか。で、それで、巨大マックス、ゼニーガメ、レベル14、オス。で、プレシャスボール。で、親ホームということで。やっぱり、プレシャスボールっていうのが、レアっていう感じかな。で、特性激流で、HP が減った時、水タイプの技の威力が上がるということで、これも夢特性ではないですね。で、水鉄砲、殻にこもる高速スピン、噛みつくということで、殻にこもるっていうのは、私が部屋に閉じこもってることを暗に指してるのかもしれませんけど、多分違うと思いますけど、まあいいですよ。で、それで、控えめな性格。性格はどうなんだらいいのかな。2022年10月3日、素敵な場所でレベル14、の時に運命的な出会いをしたようだ。この分はレアなのでいい。で、やはりプレミアリボンで記念日リボン。つけた時の名前、記念日を過ごしたゼニガメということで、グッドですね。はい、ということで今回は何にも別に特に説明することもなかったですけど、ゼニガメと不思議だね、プレシャスボール入りのもらえますので、まあやっとくのがね、一番いいんじゃないかなと思います。ただこいつらの必要性といえば、まあそんなないのかな、多分。っていうかこれ、ポケモンホームのアップデート記念的な感じで配布らしいんですけど、ポケモンホーム多分持ってなくても多分できますよね。で、更新しなくてもできるんで、以前なんかポケモンホームで配布あった時、ポケモンホームでもらってからこっちに移す的な感じだったと思うんですけど、そうでもないという、なんかちょっとポケモンホーム関係あるのかっつー点はありますけど、まあ突っ込まないのがいいのかな。じゃあ最後に今回の配布、味で例えちゃうぜ。苦めだね